その名も、はい、みかん畑だ。ちょっと待ってはい、どうも皆さんこんにちは、トニーです。ジャイです。はい、またまたこちらの世界に先輩やってきたわけですよ。やってきましたな。あ、久しぶりだね。シーズン2開幕ですね。開幕。はい、この世界の社長は社長なんで私だ。で、先輩ちゃんと服オレンジ色に戻りましたね。そうだね、新章なんでね。なるほどね。希望に満ち溢れております。溢れてますね。あの初心を忘れない、うん、まだ元の服装に戻って、うん、やる気も十分なんかいい感じですね、そっちね。じゃあまあこれね、まあ、とりあえず今入り直した状態ですね。うん、ほんでまたこの世界でいろいろちょっとやりたいことをやっていこうかなと思うんですけども、ああまずそうですね、社長、うん、何から始めます？何から始めるかって、はい、うーん、トニー君、はい、君に重大任務を。はいはい重大任務だよこれ。落ち着き。はい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 、重大任務を与える。はい、何からすればいいか教えてくれたまえ。社長するって言うたじゃないですか、ここの。教えてくれてもいいんだよ。あの、私はもちろん知ってるし。なんかもういきなりなんかその補佐が出しゃばっていい感じですか。まあ補佐にもね、重大任務あげないとね、逃げられちゃ困るからね。なるほどなるほど。で、あ、そういう感じで、じゃ あ仕事を与えてくれてるみたいな感じで僕をうまく使っていこうっていう魂胆ですね。うん、そうだよまず手座は絶対いるじゃないですかね、うん、まあ混合物はもう絶対必要っていうことで、うん、もう永遠必要ですよね、混合物は、うん、で、まあそうっすね、準備するんやったら僕あの、地位聞いてますちょっといいっすか。あのね、まず僕なら小さなファブリケーター準備していきたいなと思ってるんですよ。うん、もうドア玉にすることをやったらまず僕はそれかなって思います、うん、ほんで小さなファブリケーターからあのミディアムファブリケーターを作って、うん、あの作れるものの範囲を広げますね、うん、でもその前に、いやその前にっていうかその後すぐにですね、うん、あの未知を研究しないと今我々は少ないはずなんですよね、このカタログが、うん、とりあえず小さなファブリケーターからミディアムファブリケーターを生んでプラットフォーム作るためにまた樹脂も集めて、ほんでからそのまあバイトは必要なんで、やっぱりあの、うん、研究施設が一番いるっすかね、研究チャンバー、うん、これアンロックしていかないと話にならんすもんね。ね、そうだからとりあえず真っ先に作りたいのは研究チャンバーなんですけど、研究チャンバー、うん、ほんでまあほんでもう未知見っけたら未知拾っていく感じでサクッと、はい、さあ行こうで、まず何をするんだってちょっと聞いてもらってなんかテランの安定感いいっすよね。ねえ、テランはもう私たちの故郷ですな。もう放散するエグなかったっすか、こう。あれは星じゃない。ちょっと待ってちょっと待って、あれほんまもやられましたよね。とりあえずこれじゃあ、あ、先輩僕死にます。え、さよなら。小型ファブリーケーターがこれですね。小さなファブリケーターですね、モジュールね。これがミディアムファブリケーター。先輩が遊んでる間にここまで作っときましたよ。よくやった。ほんでから、ね、大型プラットフォーム、研究チャンバー、混合物2つなんで、はい、もうこれ、はい、研究チャンバー作りました。これがないと始まらないっすよね。そうやね。
とりあえず研究チャンバー作って、うん、この社長の何社ですか？そういえば、今回ここの会社の名前知りたいかね。はい私たちアストロニアの なんかめっちゃ高みにおる人みたいな何すか、その名も、はい、みかん畑だ。ちょっと待って、これ思いつきでしょ、これねえ、ちょっとオレンジだからそれ言ってるんでしょ。あ、できたねえ、オレンジ、僕作ったんすけど、それ大丈夫？大丈夫じゃないっす。社員はみんな、家族家族、荒く使うっすね、家族本当に。あ、今後物1個もらうこと可能ですか？ありがとうございます。あ、助かりますね。使える社長さんですね。何あれ、こっち使ってんの？頭も固く、動きも固い、その名はジャイですね。あ、おもんないわ頭固くないわ。あ、頭は僕より柔らかいですよね。やばいやばいやばい。なんで、なんでギャニーズ間違えた？これいらへん。いやいや、ちょっとちょっと違うね、これ欲しかったらちゃうねん。違う違う、もう置いとってもらう、早く働いてくださいよ、はい、ね、先輩ちょっと忘れたらダメですよ。何？シーズン2始まってるからね。もうあの前みたいになんかもう僕が進んで何かするとかそういうのしないからね。ここのあれ社長ジャイ先輩やからね。ちなみに、コントロールを押したら、平らになりますね。整地することも可能ですね、これね。なるほど、コントロールで整地。おっと、私は樹脂がないから作れない。そう、ほんでやっぱりね、アストロニアやってるとね、うん、もうアストロニアを知ってる方々が、うん、もういろいろコメントくださるんですよね、うん、それが、ありがたいですね。そう、本当に助かって、うん、あのね、僕ら始めた頃なんてマジ何も分かってなかったんで。そやねまあ今も分かってないんですけど、うん、まあでもむちゃくちゃでしたよね、本当にね。トニーにあれ第1話からがっかりされたっていうね、神回ねあれ先輩がちょっと待って、この先輩宇宙船の周り穴ぼこまみれにするから歩かれへんようになったの。先輩そんなはずはないんじゃないでしょ。そんなはずはないんじゃなくて、そうなってたんですよ。自分でちょっとまた後で動画見ててください。なんでそこおるんですか？え、見晴らしがいいから。どこ見てんすか暗闇じゃないですか、この先は。研究も早速やっていきますか。ああ、これね、とりあえずバイト数をやる感じですね、うん、あのね、うん、さっきあの研究したやつで、うん、造車装置もう早速作れるんですよね。おお、だからこれ作りましょう。これアンロック しときましたよ。あ、ありがとう。で、造車装置アルミニウム確か必要なんで。あ、そうそう、アルミニウムが必要ってことは、うん、あれも作っといた方がいいっすね。どう思います、社長？あのあれね、うん、作った方がいい。わかります。うん、あれだね。分かってないでしょ。ねえ、あれ。もう大事、美味しいよね。なんで食べ物作ろうとしてるんですか。トニトニー。はい。見て。え。あ、ちょっと待ってくださいよ。まあ僕も今から戻りますんで。ああ、なんか発見したんすか。うん。え。超絶すごいことを発見してしまった。なんてこった、パンナコッタ。うん、てざえ、先輩トニーどこや。あ、おった。どう、めっちゃ酸素吸えてますね。うん、あれ何やってんすか。ちょっとこれやっとってください言ったじゃないですか。だからやっといたよ。いや、やっとってくださいっていうか、やっとくわ言うてたじゃないですか。うん、だから酸素で囲ってみた。これをやるって言ってたんですか。うん。そこ気持ちいいですか。僕も履いていいですか、うん、どうぞ。あの
先輩が、うん、社長がね、うん、こう道探しに向こうの方まで行ってるって、うん、あ、なんかあったよって言ってこう戻ってきた時、こんなんで僕立てたらどうします？え、いいなって思う。え、私も入りたいっていう。先輩、仕事しますか？え、これが社長の仕事だよ。羨ましいやろ。これ社長の仕事なんすか？うん、ちょっと待って、テザー見て、こんなにいっぱい。え、これテザー、はいはい、なんすか？見て、こんなに道いっぱい見つけてきたんやから。え、なんすか、道？全部うちが見つけてきてんで。おー、すごい。やればできる。すごいですね。おー、めっちゃあるじゃないですか。ほんで先輩、あのね、うん、モローバー作れるんちゃいます？うん、僕と社長はまあとりあえずこんな感じで、まあ、ドア頭は進めていこうかな思ってるんですけど、うん、ねえ、うちのおかげやで。はい、ありがとうございます。皆さんどうすかね。ね、もっといい方法あるのかな。もっとなんかこっちさっき作った方がいいよとかあるんすかね。あったらね、教えてもらいたいね。ほんで結局先輩、ここ何社なんすか？そこ、はい、何社なんだろう。あのね、社長じゃないんですか？社長やで、うち、はい、考えに考えてね、はい、ああこれ出だし最悪っすね。会社名名乗る前に亡くなられましたよ。これほんと見てください、この無残な姿。これやばないですか？これ社長ですよ、これ。本当にもう。でだね、はい、この会社の名前をずっと考えとってんけどさ。うち悩みに悩んでさ、はい、みかんがすごく気に入ってたのにさ、トニーがバカにするからさ。だってみかんの色だけじゃないですか、これ。もうね、息しに来た、息しに来た。フラグかな思ったのに。絶対同じこと繰り返すか。もうね、はい、可愛い名前やったらバカにされるって分かってん、うちは。はいはい、ってことで、はい、モロコシ社になれた。モロコシ社どうかな。モロコシ社ってなんすか？トウモロコシ。食べ物ばっかりや。もう何でもいいよ、つけて、好きなもの。すいません、すいません。なんなら、もう皆さんに考えてもらって、大募集だよ。じゃあ大募集だぜ。じゃあちょっと募集してみます。まあ宇宙にこういうプラントを作って、うん、まあ、こっからね、うん、まあ利益なんて生まれないんですけど、先輩。え、うちには利益が生まれてるよ。生まれてるんですね。まあ、ここを一つの会社とすると名前は何がいいかですね。そうやね。先輩、またビル作らせてくださいね。前のデータで作ってたように。いいよ。 ありがとうございます。なんでならビルもちょっとその辺で作って、また本当の基地みたいな作るんで、うん、それはまた後の動画ですね。ほんでまた面白いこと試しながら、こう先輩と遊びながらやっていくって感じですかね。まあ、うん、趣旨ってそんな変わんないですかね。趣旨は変わらぬ。ただでもなんかこうチャレンジすることはいいことだね。グレードアップしていけたらいいなと思いますけどね。ね、チャレンジ会社。ダサ。チャレンジ会社ってなんや。わかんないですけど。センスないな。そんなん先輩です。先輩に言われたら終わりですよ、そんなん。え、ミカの方がかっこええし。いや、ミカの。ミカで。ミカはなんか僕癒やすもん。あんたちょっと聞きや。なんすかなんすかなんすか。あれ、さっきからあんたミカミカン言うけどな。はい、うちが言ったのはミカン畑やし。ミカン畑社。みかん畑会社。Please after me。 いや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 、困った時は笑ってればいいんだよ、はい、そうなんですよ。だから僕結構笑ってごまかしてるでしょ。でも先輩、そうやって勝手にどっか行くんすよ。道や。先輩死にますよ、それ。死に
大丈夫ですか今度な。じゃあ先輩あっち行ったことやし、ちょっと邪魔者がいなくなったので皆さんここで終わりにしたいと思います。聞こえとる。はい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。聞こえとるで。もうじゃあ一緒にしますか。うん、それでは皆さんへご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じたら高評価ボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではトニーでした。ジャイでした。またね。またね。